よしよし。おう。おう。うわあ。結構結構なもんよこれ。こうか？こうなのか？これでいいのか？おお、いったいったいった。ここが一番ちょっとあれかな、僕にしたら。おお。ゲームオーバー。うわあ、絶対落ちるのこれ。落ち着け。はい、どうもこんにちは、おもチャンネルンです。さあ今回ね、はい、こちら見ていきましょう。はい、こちらね、新しいトミカワールドのね、ストラクチャーになります。今回はね、トミカの君が運転トミカワクワクドライブ、こちらをね見ていきたいと思います。はい、これですね、以前にちょっとトミカだけ、はい、こちらスペシャルトミカのこのトヨタのハイラックスですね、これだけねちょっとね別で見たんですけども、今回はねそれ以外のもうこれね、あのかなり激しいアクションで遊べるね、こちらをねちょっとね楽しんでいきたいと思います。いや、これね、僕ね、結構ね、いろんな人のこの感想とか聞いて、なんか、めっちゃ大人でもね、大変っていうか、結構真剣に遊べちゃうっていうね、なんか素敵なものになってるらしいんで、いや、もうね、これ遊ぶの楽しみってた。さあさあ、それでは行きたいと思いますが、結構ね、もう箱はもう大きめですね。はい、来るとこんな感じ。側面には、これラベルの貼り方載ってます。で、あとは、走れるね、トミカのこのヒントというか、こう目安ですね。こっちはね、これキャタピラなんでこれ無理ですけども、まあトラックとかミキサー車とかね、あとちっちゃいジムニー。で、大きいやつ言うとこのハマーとか、そういったものはなんか走りにくいみたいなんで、まあ走れないことはないようですね。まあちょっと後で、ちょっとこの辺でチャレンジをしてみたいと思いますね。でもね、普通に走れる車両でも結構なんかね、やっぱね、大変らしいです。はい。で、箱の背面。あ、先こっちかな。こっち見とこう。反対側の側面ね。こっちにはセット内容とか組み立て方とか載ってるんですけど、まあ、結構カラーで詳しく組み立て方も載ってるんで、で、反対側にね、シールの貼り方だったんで、多分箱がもう説明書のような感じですかね。で、箱の裏側ですが、こちらがしっかりとこう遊び方載ってます。まあ、手順的には1番から2、3、4、5、6、7番。まあ、こういったこうアクションとかをこうね、くるくる回るような感じになってるのかなと思います。ちなみに操作はこういったこうコントロールパネルがあるんで、そちらを使ってね、こういろんなものを操作するみたいですね。さあさあ、それではですね、開けていきましょうかね。組み立てはどうなんでしょうね。そんなに多分難しくないと思うんですけど、ラベルがなんかすごい多いイメージなんですよね。では行きましょう。ではでは行きたいと思いますね。え、これあれですよね、中身ね、すごい入り方になってるんで、なんかちょっと写真とか動画にほんと収めとかないと、元に戻そうと思うと結構大変かもしれません。さあ、では出しやすいとこから出していきましょうか。パーツも本当に多そうですね。この辺のやつからまずちょっとね、抜いていきましょうかね。この間この袋に確かトミカが入ってたね、ハイラックスね。あ、ちなみに後でハイラックスも一応お見せしますね。あとこっちね、なんか丸いやつ、これがどうやらくるくるエレベーターというパーツらしいですね。この多分くるくる回るでしょう。そのままですけども。で、こっちの袋。さあ、これは2個入ってるかな。はい、こんな形の。これがガタガタ道路になります。で、赤いのが、これはね、遮断機ですね。で、どんどん行きましょう。続いてこの袋。これはなんだ、細かいのがまたいっぱい。はい、これオレンジのやつ。これがね、ターンリフトですね。ターンリフト。で、この辺のやつが、これがね、支柱ですね。こっちが、これが看板かな？看板ですね。看板で、これが標識ですね。シールを貼って標識になります。で、どう出したらいいかな？あ、これとりあえずなんか、結構本当直すのが、あれだ、元通りに直す自信はないぞ、これは。とりあえず出していこうか。はい、こちらが、羽橋ですね。羽橋。めちゃめちゃすごいな。で、これが、ここなんかこれ、ゴニョンって引っかかってるやつ、これ。よいしょ。出しましょう。すごいね。この梱包よく考えたな、本当に。はい、これが道路の4です。はい。数字の4。4番目の多分道路でしょう。で、ここに引っかかってんのは、さすがにこの辺はもう、切らないとダメかな。意地でも取れるかな、これ。なんか、ね、綺麗に直したいって、あ、切れちゃった。とりあえず、出しましょう。結構、しっかり。ついてんな。オッケー。オッケー。取れた。なんだこれ。あ、これはね、ターンリフトユニットという名前ですね。ターンリフトユニットです。どんな動きするんでしょう。あ、ここにもまだなんか、ゴムがついてるから外しとこう、これね。で、そろそろ横向けで出すと限界が感じれるようになったかな。あ、でも、結局この辺切らないと、そこのやつは出せなさそうなんで、よし、これ取っちゃう。ね。で、これ出そうか。おりゃ、すごいね。なんだどう入ってんのこれ。あ、ここも
切らんとダメですね。よし、切っちゃいましょう。よいしょ。で、これがもう丸々出てくるような形かな。もう出しちゃおう。よし。ここにも道路が。あ、とりあえずこれシール。まあなかなか大きくてまだたっぷりありますよこれ。おっと、さあさあさあ、こんな感じのシールシートが1枚1番から、30番ですね。30枚のシールがあります。あとで貼りましょう。でこの辺ね、ここもね切らんとねダメですね。よいしょ。はい、これがね道路1ですね。1になります。でこの S 字のやつ、これもよいしょ、これが道路2になりますね。あ、数字書いてた、裏に2と書いてありました。で、ここのなんか隅っこにもあるんですけど、この箱も取っちゃおう。で、ここにね、ちょっとなんかね巻くように入ってて、巻くように入っている道路が、よいしょ。はい、これがですね道路3ですね。3になります。で、あとはこの大きい本体だけかな、これ出せば OK ですね。よいしょ。これが本体ベース。なんかあんまでもパーツ的そこまでなんか多くないような気がしてきた。うん、だから組み立て難しくはなさそうですよね。ドンと。はい、こちらがね本体ベースですね。まあ一番大きなパーツになります。なんかねいろんなものがついてるんでね、ちょっとねどう操作するかねまだわかんないですけどね。おー、どうなんだこれどうなんのよね、楽しみにしたいと思います。はい、とりあえずねパーツすべて出し終わりました。はい、こんな感じですね。まあそれぞれのパーツが非常に大きくて、そんなにあのパーツ数が多くないといった印象ですかね。まあ組み立ては多分簡単だと思います。でシール貼りをね結構あの30本もあるんで頑張らないといけないのかなと思いますね。ではではシールの方をねまずね貼って組み立てていきたいと思います。さあ、それではね分かりやすいように1番からね順番にねいきたいと思います。はい、まず1番このなんか黄色いレバーとかですね、ここに貼っていきます。よいしょ、こうね貼りまして、で2番3番もねこう続くように貼っていきますね。はい、ここ真ん中がこう2番で、3番がこの下ですね。はい、これが一応レバーの操作方法ですかね。横にも動くし縦にも動くと。で次に4番が、はい、ここに貼りまして、5番6番がバツと3からね、まず5番、こう手前この丸いところに貼ってあげると。で奥の丸いところには三角ですね。はい、こんな感じで貼ってあげましょう。でどんどんいきます。7番が、はい、こちらで、8番がねこっちのパーツ、このパーツのここですね。はい、こんな感じでペタッと。で9番がこっちまた戻ってと。で同じようなシールがね2枚ありますね、この丸いやつ、それをねこことここに貼ります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、はい、ここにへこみがねくるんと書いてあるんで、そこに合わせて9番を2枚とちょっとこう回してあげてね。よいしょ、こんな感じでへこみに合わせて貼ってあげましょう。よいしょ、お、ずれたいけるかな、お、いけた。で10番がこのねレバーのここです。この上にタイヤのやつね、おなじみのトミカのタイヤで、11番、またこっち戻りまして、今度はこれです、オレンジのこのボタンね。はい、この車の絵のやつ貼りましょう。11番です。で次に12番が羽橋ですね。羽橋のパーツ、これの、側面ですね、両方2枚あるみたいなんでここに貼ります。この大きいやつね、これ12枚2枚ありますので、はい、この、ね、へこみに合わせまして、よいしょ、慎重に貼ってあげましょうね。はい、ここ人生で集中するところです。はい、バシッと決まった。反対側、ね、はい、ここも全集中ですよ。はい、こちらトミカシール貼りの方でお願いします。はい、貼りました。で次に13番がこのくるくるエレベーター、13番も2枚ありますね。はい、こちらよいしょ、これをですねここの側面に、この面に貼りますね。へこみとかは特にないので、まあ、程よく位置合わせをしていただきまして、このような形でいいのではないかなと思います。反対側も行きましょう。まあなるべく注意すべき点はこの水平にねこう貼るのがですね、美しく見せることがね大事です。ちょっと斜めになっちゃったけどね。でまたまた大きなねこちらの、ね、本体のベースに戻りまして、14番から18番にかけてここの窓ですね。はい、こんなシールになってるんでこれ貼っていきましょう。はい、一番上からまずこちら14番ね、14、2番目が15と、3番目が16ですね、16で、下から2番目が17です。よし、綺麗にいけるかな、 OK で、1番下の段が18番ですね。よいしょ、これも
バッチリ決めたいところですが、よし、OK。で、一回またこれね、こっち置いといて、続いて19番がこのガタガタ道路ですね。ガタガタ道路のここですね。ここにこれが、ゴミ箱なのかな、これ。燃えるゴミ、燃えないゴミって書いてます。これを貼ってあげましょうね。で、また、はい、こっち戻りまして、さっきの窓のこの上の方、ここに20番。これ P ですね。駐車場のマークです。で、21番がこのレバーのちょっと右の奥のとこですね。はい、ここに21番、スピードを落とせ。で、22番はこの看板のパーツ。これにね、工事中のお願いのシールを貼ってあげましょう。はい、こんな感じで貼ってあげます。ちなみに裏側はへこんでますね。で、23番、またまたこれに戻ります。で、この黄色のレバーのこの横の下のところね、そこにこのね、レバーの操作方法みたいなやつ、これ、動く向きかな。これのシールをへこみに合わせて貼ってあげますと。で、次に24がこちらの標識。はい、こちらはね、貼ってあげましょう。これがガタガタ道路の標識なのかな。で、25番がこのね、長い道路。これが何番だったっけねと、これが1番ですね。1番の道路ですね。それのここです。はい、スタート地点の、はい、このシールを貼ってみましょう。ここも、これ、くぼみがあるんでね、貼りやすいとは思います。で、続いて26はまたこのパーツのここですね。はい、こちらに26番貼っていきましょう。よいしょ。まあ、だいたいシール貼り、ね、貼るところ、だいたいくぼんでるんで、多分、そんなに間違えることないと思いますが、これで26番。あともう少しですね。で、続いて27番がこちら、S 字道路。これが道路の4だったっけ？あ、2か。間違えた。2ですね。それの、この側面のところですね。一番広いとこ、ここか。ここですね。この面。この側面に、27番をこのように貼ってあげるとね、こんな形になります。で、28はこの道路ですね。道路3番になります。はい、こちらね、3番です。3番のこう低くなってる方のここですね。ここに貼ってあげるんですけど、ちょっと合わせにくいんで、ちょっと裏に向けますね。こうしてと、この角合わせた方がいいかさっき。よし、角合わせて、で、こう貼ろうか。よいしょ。お、ちょっと出ちゃうのか、なんでだ。まあいいか。いや、良くないな。良くないよ。ちょっと貼り直し。ぴったり合わすと、ここの角がなんか合わないような感じなんですけど、まあ、はみ出るよりはマシか。ね。はい、こんな感じで貼ってあげます。で、29がこの遮断機ですね。遮断機のこの面です。こちらに、よいしょ、ここでいいかな。であげるとね。で、続いてラスト、これで30番です。これがね、リフト、ターンリフトです。ターンリフトのパーツのこの面、ここにラスト30番貼ってあげましょう。はい、このようにして貼ってあげます。はい、これでシール貼り全てね、終わりました。結構楽しく貼れましたね。すごく簡単でした、正直。うん、まあ誰でも簡単に貼れるのかなと思います。で、続いてね、じゃあシール貼り終わったので組み立てていきましょう。まず、はい、この大きなパーツ、このターンリフトをね、つけていきます。これがどっちだろうかな。あ、そうそうそう、ここですね。この2つのこの出っ張りをね、ここにね、差し込むような形ですね。よし、ここにこれをパチンと、はい、入りました。で、これちょっと一旦置いといて、で、道路1ですね。道路1のパーツに支柱をつけますね。はい、この向きで支柱をつけると。で、今組み立てたパーツをね、この本体のベースにつけていきますね。まずこれをこのここかな、これにカチャンですね。あ、簡単簡単。で、これをこの道路をここにつないであげるのかな。よいしょ、ここにつなぐような形です。で、あ、遮断機ね。これをここにつけるね。この部分にパチンと、よいしょ、つけれるかな。ぐっと押し込む形ね。はいはい。あ、まあ結構軽かったね。こんな形で取り付けます。で、次にガタガタ道路に看板ですね。看板と標識をつけていきますね。はい、こんな形で看板と標識ね、このようになります。で、このガタガタ道路のここですね。この穴をここに差し込むような感じ、このオレンジのね、ここにね、差し込むような形でつけてあげます。だからこうなってたんですけど、こう回した方がいいのかなね。こうしてこの向きで、よいしょ、つけてあげましょう。これで OK かな。うん、多分大丈夫なんでしょう、これ。おお、
なんか難そうなんかトミカ博みたいトミカ博みたいってなんか表現おかしいですけど、わこれかな、むずいので次に道路の2を、はい、ここにつけてあげます。あのここにこれ穴開いてるんで、それをここに差し込むような形ですね。でこっちはジョイントさせると、それを意識すれば多分大丈夫なのかな。よし、これで OK。で次に道路の3ですね。はい、下の部分にこの支柱のパーツですね、上下はないと思いますので、これをこのように差し込んでから、はい、これをですね、ここですね、ね、ここに支柱を刺すような形でつけてあげると。で上は、あ、ここかな、上はここにつくのか、ここに穴開いてるんでそこに差し込むような形。よしよし、うまくいくかな。ここ飛ぶとこか、これね、すごいな、これどうやってつながるんだろうって一瞬思ったんですけど、ここ飛ぶんでしょうね多分ね。でちょっとくるっと回しまして、この上の方にこれですね、道路4ですね、これをつけるわけなんですけど、これがね、こう上からじゃなくて横からこうスライドするような形ですね。要はここにカチンとこうなんかね止めるような形、うん、これで OK ですね。ちょっともう一回やりましょうかこれをここに差し込むんですよ。いきますよ、よしよいしょ、はい、これで OK。 ちょっと分かりにくかったで次にここですね、ここにエレベーター、くるくるエレベーターをねつけていきますが、とジョイントのこの穴の位置とこれをちょっとちゃんと合わさないとね、だからこうか、これをこのように、よいしょ、はい、これで OK。 でその上に跳ね橋ね、これね、これをつけるわけですが、と向きで言うとこっちかな、だから正面向けた方がいいか。よし、ちょっと一回回して、こっちがね正面向けて、これをここにジョイントするような形ですね。よし、あ、ここは簡単だった。はい、こんな形になりました。お、なんかすごいねこれどうなんの、跳ね橋、あ、跳ね橋レバーで動くはい、とりあえずこれで、遊べる状態になったと思いますんで、さあさあ、それではねちょっと楽しんでいきたいと思いますが、まずちょっとこのコントロールパネルですね、これを一つずつ動かすとどうなるのかちょっと見ていきましょう。まずこのレバー、これはねここのこのガタガタの道路です、このガタガタ道路をこれで操作してうまくこういくんでしょうね。でこのくるくる、これが回すと、エレベーターなんだ、どうなんだこれ、どうなんだ、あ、動いた動いた動いた、はい、こんな形でエレベーターです。うわ、すごいこれはどうなんだ、実際やってみたら多分わかるんでしょうけど、このトミカをゆっくりしないと飛んでいきそうよねこれねまあいいや。でこれね、これ押すとなんだこれ、え、どういうこと、あ、これ何回も押さなきゃダメなのか、なるほどね、あ、これむずそうこらむずいわねえ、でも楽しそうですねこれでこのレバー、手前にあるレバーが言ったらこの跳ね橋を、よいしょ、ちょっとね片手なので言いにくいですけども、はい、こんな形で、うわ、これも結構ですよこれまあこのような形でね操作することができると、一応 1,2,3,4 つか、4つのねこうコントロール、こうレバーとかねを使って今からこのコースをねちょっとクリアしていきたいと思います。とりあえずスタート地点はここからですよね。じゃあここから行きましょうか。よし、じゃあまずね1台目比較的もうめっちゃ無難に行きます。簡単そうなこのダブル RX のこのね覆面パトロールカーでちょっとチャレンジしたいと思います。いやこれはちょっとほんと難しそう。さあでは行きましょうか。まずはね、はい、ここから入りますね。遮断機を開けて、でスタートね。さあではでは、よいしょ、ちょっとこれこうした方がいいかな。よし、行くか。ではでは行きましょう。まずガタガタ道路ね、ガタガタ道路ね、これをとりあえずクリアしてここに行けばいいよね、オレンジのね、ここに、よしよし、おう、おう、うわー結構なもんよこれ、結構なもんよ、え、いける、いける、本当に、おー、入った入った入った、怖いで次にこれボタンを押して、え、跳ね橋に行けばいいんかなね、いきますよ、うわいけ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 、おー、しゃしゃしゃ、オッケーオッケー、これ戻らんぞ、戻そう手でここはまあ難なくクリアで、次これレバーでしょ、レバーね、これでこうか、こうなのか、これでいいのか、
おお、いったいったいった。これもあの綺麗にビャーンってやるとね、多分飛ぶんでしょう、これね。割と順調にいってますよ、これね。で、これね、エレベーターこれくるくる回して、ちょっとゆっくり慎重にいきますよ、慎重にね。おお、やだやだやだ、あれ、あ、詰まったよ。なんでなんでなんで詰まったの今これ。なんか付け方間違えたこれ。あ、こうか、勢いよくいかんの。おお、あと、あ、こけた。これはもう車両のあれでしょ。ちょっともう一回やらして、今のところちょっともう一回やらして。ちょっとね、エレベーターからね、エレベーターはここなんかね、ここ勢いで行かないと車両が出ないんですよね。なんかそういう仕組みみたいだから、結構勢いよくこういかんと、うわ落ちる。ちょっともう一回。ちょっと待ってよ。いや、これはでもやっぱほんと難しいかもしれない、これ。よし、ほらほら、ちょっと待って、行ったものを行け。おー、しゃーしゃー、オッケー、しゃーしゃー、てか、ここの飛ぶとこなかなかです。ちょっと向かい飛ばそうか、いいかね。飛ばすだけ飛ばしましょう。これジャンプしてこれ、すごい飛んでるこれ。飛ぶね、飛んで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 ですよ。面白い。よし、とりあえず、うん、これではまあ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 楽勝でしたね。楽勝っていうか、割とあのすっといけましたね。なんか思ってたよりは難しくなかったね。じゃあちょっと続いて、むずいのいこう。なんとなく難しいと踏みました。はい、こちらの、ブーム付き、なんだったっけ。消防車いきましょうね。正式名称忘れちゃった。さあ、ではスタート地点から入りまして、遮断機開けて参りたいと思います。ていうか、これマジで面白いよこれ。これは本当、あ、正直言いますよ、何の忖度もなく、あの大人もめっちゃ楽しいこれ。ちょっと待って、行こう。よしよし、ちょっとね、黙々と行きますよ。おーしよしよし、おーしよし、おーしよし、おーしよし、入った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 、よしよし、次行くぞ、行け、頑張れ頑張れ頑張れ、おーしよし、オッケーオッケー。で、こっち、これでちょっと戻しとこう。あ、これ橋上がったら戻るかね。で、続いて、よし、行くぜ行くぜ、おりゃおりゃ、おーしよしよし、入った。で、続いてエレベーター、さあ行けるでしょうか。ここが一番ちょっとあれかな、僕にしたら。おお、ゲームオーバー、復活。おお、ちょっと待って、ここから行きます。おりゃー、エレベーター参ります。ここ結構勢いよく行かんとあかんのか、やっぱり。うわー、絶対落ちるやろこれ。これあかんな、消防車やっぱ難しいかな、どうなんでしょう。ちょっともう一回、これ回りきらんで、なんかね、なんででしょう。あ、でもやっぱ勢いよくやったらいけるもんだね。ちょっともう一回チャレンジしよう。どれぐらいの効果、あかん。あれ、さっきの覆面の時はバスッと上がったけど、あ、やっぱこの辺が走りやすいとかがあんのかな。うん、この結構大きめのね、言ったら全長長めの車両でやると上がりにくいかもしれない。ほらほらほら、あかん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 、ほら、いけ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 、なんとかいけいけ、頑張れ、俺は応援してるぞ、いけ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 。あかん、これじゃやったら潰れそうになるから、一回リセット、もう一回、よし頼むぜ、もう一回。よー、横向いた。いやー、これあかんな。まあクリアしたとしようね、どう飛ぶのか、消防車ジャンプ、オッケー。うわ、ガタガタ道路そのまま行ってしまいましたね、今。ということで、え、ちょっとこれ難しかった。じゃあちょっと本当にこれ推奨されないやつで乗ってたけど、これで行きますね。コンテナトラックで行くとどうなんでしょうね。まあ気になるところですが、ではでは続いてサードチャレンジ行ってみましょう。まずはガタガタ道路参ります。おし、この辺は、おー、危ないけど、まだなんとか、おーさあ、いけた。で、続いて、ここですよね。ここが、頑張れ、頑張れ、頑張れ、俺。頑張れ、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 頑張った。跳ねばし、回ります。よりゃ、いけ。そうっす、ここですよ。で、エレベーター。これが肝心、回して、頼む、おー、ほら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 、脱落。コンティニュー。よし、もう一度。ここがやっぱむずいよね。うわ、大きいとどうなんだ、遠心力でね、やっぱ車両がブレるんかな、これ。よし、うわどえらい飛び方した。もう一回チャレンジね。さすが推奨してないだけあるわ、これ。うおしょ、うん、ここのバランスがやっぱ取りにくいんかな、エレベーターの。うわ
でも今んとこ3台やって難しいのはここだけな気がするね。まあでもとりあえずちょっとこのコンテナはダメだったんだけど、ジャンプだけ見とこうね。ジャンプだけね。おお、華麗に届けてひっくり返って横向いた、あれやめときましょう。はい、じゃあこれは多分絶対いけると思うよね。これ GTR のパトカーね、ちょっとこれラストチャレンジしましょう。最後ぐらいこうスッと決めたいですからね。いきましょうね。ではではでは、これ多分イージーだと思います、 GTR のパトカーは。では参りましょう。はい、まずはガタガタ道路。よし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 、ここでまだやられたことないからね。うわ、ちょっと待ってちょっと待てよ、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 ここはまあまあまあ大丈夫大丈夫、あ、大丈夫じゃなかったちょっと待って、このまま回すよ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 、ほら大丈夫じゃないこれ。でもが粘ったらいけそうな気がするね。いけたねいけたねいけたね、よかったねよかったねで、跳ねばーし跳ねばーし、よいしょ、おっしゃ、いった。そしてでもパトカーが傾いとるわな、傾いとるわな今な。でも あえてここは直さず行きましょう。参ります、レバーを回しまして、ここで直ってくれ直ってくれと思ったけど直った、やった、よしクリアちょっと強引でしたけどね、クリアということにしてください。はいでもめちゃめちゃ楽しいなこれ。ちょっとエレベーターだけね、ちょっと別なんで、ここモニターでもモニターモニターモニターで、あ、これはあダメだね、ダメってことないで。ちなみにリジットダンプは幅的に入るかな。あ、入った入った、いける、意外といけるかも。あ、当たるわ後ろが、これで、はい、積みましたねリジットダンプ後ろが当たるんで積みます。まあという感じでございましたはい、ということで今回はね、トミカのニューアイテム、君が運転トミカワクワクドライブ、こちらをねちょっと楽しんでみましたが、さあいかがだったでしょうか。いやもうね、正直ね、めっちゃ面白いこれ。あのね、これはいいセットだと思う。あ、忘れてたわこれ、ちょっとごめん、ハイラックスちょっとお見せするの忘れてた。まあこの間ねちょっと動画でね、まあ紹介はしてるんで、ちょっとざっとで言っておきましょう。ハイラックスね、この車両が一応ね、これ限定とかじゃないかな、とりあえず全部についてるような感じですかね。はい、ちょっと順番遅くなっちゃいましたが、こちらね、スペシャルトミカのトヨタのハイラックス、こんなね、まあかっこいいね、特注じゃない、スペシャルなね、トミカがね、ついてるんで、まあこれもあの非常にあの貴重な価値あるね、トミカになってくると思います。今ね、あのメルカリとかで見るとね、まあ3000円から4000円ぐらいの間で取引されてるのかな。で、これがね、言ったら5000円ぐらいなんで、正直ね、これもめっちゃ楽しめるんで、これは買いのセットだと思いますんで、いやもう本当ちょっとまとめてしまいますが、今回ねもう冗談抜きでね、あの大人でもめちゃくちゃ楽しめるこのねトミカのね、この楽しく走れるコースになっておりますので、もしね気になる方はぜひねもうポチッとしちゃってください。本当スペシャルトミカ目的でね買ったとしても、こんだけ楽しめるものってね思ってなかったんで、これは本当に良かったと思います。気になる方はぜひこちらね早めにねゲットしてみてください。これも本当おすすめのアイテムです。まあということでね、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんもしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題に公式アカウントの方でね、そして限定のね動画も配信するので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回はね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、この動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう。さよなら。バイバイ。